今週の第9位こちらです。ノーリグレット高田久美さんです。高田久美12週連続シングルリリースの第8弾となるノーリグレットは、高田本人がルパン三世の峰不二子をイメージしたと語るポップでキャッチーなダンスチューン。そんなエロかっこいいナンバーを今回パフォーマンスするのは前田健&ヒロイチーム。前回マエケンが歌わらのために新たな中学生キャラを開発し、現役中学生のヒロイチームとユニットを結成。実はニューヨーク仕込みだというハイレベルなダンスを披露。今回もマエケン自ら振り付けを担当し、前回よりも難易度の高いダンスに挑戦するという。果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。前田健さんとヒロイチームの皆さんです。あら、あら、今日もセクシーですね。ね、ベルベット？ベルベット来ちゃった、はい、ね、みんなお揃いで、はい、そうです、ね、ただ練習風景見たらね、やっぱ普通のおっさんでしたね。でも今回もマイケルさんの振り付けで、はいはい、頑張りました。ポイントの方はどこになるんですか？ここのとことかね、うん、せーの。こういう感じで、リズム感がないとできない。何笑ってんの？いや、リズム感はあるけどね。気持ち悪い。うるせえ。男になった男に。久保さんもちょっとどうですか、ダンスの方。そのゆちょっと待って、結構手が出る。チョンチョンチョンポン、チョンチョンチョンポン、こっちなんだ。せーの、1、2、3、トン、2、3、はい、ズン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 。じゃあもうスタンバイの方、はい、お願いします。それでは参りましょう。今週の第9位、前田健さんと日野井チームでノーリグレットです。どうぞ。譲れないの誰にも、この想いだから、冷たい世界の片隅に一人、居場所もなくただずっとさまよってた。偽りばかりのこの世界で、君だけは本当の私を見てほしい。譲れないの誰にも、この想いだけは、すごい踊ってましたね。どうでした？日野井チームからこう分かれてマイケンが出てきたでしょ、うん、俺バケモン出てきたドッキリ、びっくりしたよ。